他では聞けない美容医療の悩み相談、ドレクエ広場スペシャル。ここからは街の人に美容の疑問についてインタビュー、実際に知りたい疑問を専門家に答えてもらいます。今回インタビューを行った場所は、美への意識が高い女性たちが集う銀座。果たしてどんな疑問が出てきたのでしょうか。続いてはこちらの女性、お綺麗ですが外見にお悩みがあるそうで、ちょっとここら辺のシワが気になっているのがありますかね。はい、シワとかでなんかご自宅でなんかやってることとかありますか。今特にないんですよね、はい、こちらの女性、口元のシワは気になるものの特に何もしていないとのこと。続いてはロングヘアが素敵なこちらの女性。今ちょっと失礼なんですけど、はい、年齢ってことですか。25。はいはいはい、はい、ちょっと最近、はい、ご自身で外見的にちょっと気になってきたなみたいなとかあります。え、外見ですか。髪の毛とか肌、なんかキューティクルがなくなってきたなとか、はい、冬なんで特に乾燥するし、この季節肌だけでなく髪の毛の乾燥も気になるといいます。そしてこちらは50代の主婦の方、結構美容に気を使っているそうで、1年ぐらい前に肌を活性化するっていうのを6回ぐらい受けまして、でシミが薄くなるっていうことでやったんですけど、シミはね薄くはなったんですけど全部取れなくて、で今今度レーザーで取ろうかどうしようか迷ってるとこなんですけど、でもすごく肌のなんとか化粧のノリとかは良くなりましたね、うん、そんな肌とは別に今一番気になっている部分が、髪の毛のちょっとボリュームがなくなってきてることとか、今美容院行ってきたところなんですけど、そこでなんかドライヤー勧められまして、すごいボリュームが出るドライヤーだっていうことで2万ちょっとぐらいするんですけど、とりあえず今考え中なんです。ちょっと買おうかななんて思っちゃってるんですけど、うん、最近この生え際が薄くなってきたんですけども、自然に増やすためにはどうしたらいいですか。こちらの質問、神話クリニックの本田先生にお伺いしました。お薬をですね、皮膚の部分に導入してあげるような治療法なんかもあります。ただまあお薬なんで、やはり効果というのはその人によって効く効かないはありますから、これはちょっと時間もかかるし、そのやってみないとわからないというのがあります。あともう一つはその確実な方法としては植毛という方法があります。薄毛の悩みの解消法は大きく分けて3つ。薬を頭皮に注射し育毛を促す方法、そして毛根の幹細胞を活性化させ発毛を促す方法、さらには髪の毛を直接頭皮に植える植毛があるそうです。3つのうち今回は、以前番組でも紹介した毛根ごと移植する施術をご紹介。皮膚を切り取ってくるのではなくてですね、細かいパンチブレードという本当に小さい道具で毛を一個一個取ってきます。それを、まあ、必要な場所に新しい毛を植えていくというような手術法になります。この自毛植毛という施術では、頭皮から自分の毛を毛穴ごと採取し必要な部分に植えていくのだそうです。ということで、自毛植毛の施術をかぼちゃを頭皮に見立てて施術していただきました。これは例えば植える場所をこういうふうに手術前のカウンセリングでデザインします。でそのラインをこう決定しておきます。で先ほどよりももっと細かいこのパンチブレードを用いて新しい毛穴を作っていきます。そして毛を挿入するための毛穴を特殊な器具で頭皮に作っていきます。でこの穴によって毛の生えてくる向きとか角度とか密度が決定されるので、挿入箇所が決まったら頭部の毛を採取し植毛していきます。このようにして一本一本埋め込んでいくのです。
こうして実際に植毛した生え際がこちら。おでこの薄毛はなくなり、自然な仕上がりに。では気になる定着率は？やっぱり生き物なんで 100% っていうのは難しいんですけども、当院のいろいろ調べた統計によりますと、大体 95% ぐらいは生着すると思われています。なんとおよそ 95% の定着率があるそうです。薄毛を改善する方法、皆さん気になるものはありましたか？ここでオンエア未公開、先生、育毛や発毛についても教えてください。なかなか発毛というのはやはり難しくてですね、大変なところだと思います。で、将来的にはその再生医療でですね、髪の毛を再生するということも可能になるかもしれないんですけども、現時点ではあまり現実的ではないと。で、育毛としてその科学的に根拠がある方法というのは限られててですね、薬剤としては2剤ぐらいしかないんですね。で、女性の場合はもう1種類に限られてます。基本的にはその1剤あるいは2剤をベースにした治療という形になります。導入の方法としては注射をする場合もありますし、例えばそのある電気パルスをかけてですね、皮膚に浸透しやすくする、またあとはただ塗るだけとか、いろいろな方法があります。これって新しい彼にバレない？理想の二重になれますか？脱毛は皮膚の除去手術をしたいと思います。軟膏以外の皆さんの口コミや相談、毎日チェックしています。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。